ございます。白い、おはようございます。やっほー、おはようございます。今日も元気かな。元気だよ。1時から寝れずに今に至る。やばいね。何時今？やばいね。おはよう。ツイッターの更新音がする。おはようございます。おはよう。髪型なんかいい感じ。本当？なんか白いね。黒い服着てるからめっちゃ白く見える。ジャージが一瞬セーラー服に見える。え、なんで？あ、これ襟がってことかな。アディダスです。アディダスだよ。おはよう。スガパラはいつ寝たんですか？昨日は、昨日はね、12時半ぐらい、12時半ぐらいに寝ました。みんなは何時に寝ました？なんでか最近寝れんのよ。あら、交換してあげたい。睡眠交換する？七並べ昨日、ちょっと待って、さっき七並べ昨日やるの忘れてた。七並べやるの忘れてました。昨日自分弱すぎて情けなかった。さっき、最近名前変えてからめっちゃ1位になる。おはよう。顔がめっちゃむくんでる。
びれそうになったそう、七並べやるの忘れとった。昨日4時、4時に寝たって、もう寝たうちに入らないけど、2時、12時半は寝てた。課題やって3時半、病でだから眠い、早めに寝た。えらい、寝る子は育つよ。昨日のトマトの歌が頭から離れ、なーにんにゃんふふふふチキ、なーにんにゃんに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 ゃ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 ん、トマト、トマト、おはようございます。昨日ね、結局1回ぐらいしかやってないんだよね、七並べ。え、当たったよ。当たったということは、もう奇跡の1回だったんだよ。ごめんなさい、昨日やってない。ごめん、そうやってない、昨日。のんきにトマトの動画ずっと見とって、ごめんねやってない。おはようございます。トマト食べたいね。マジ。いや、やる予定だったんですけど、気づいたら忘れてました。やる予定ではいたんです。七並べ開いてたんですよ、ちゃんと。おはよう、布団の中です。お。その中ちゃんと出ましょう。七並べ当たるの期待して七並べしてた、ごめんなさい。そう、あくび出た。さっきの歌うトマトの歌が好き、ありがとう。何言ったのか分からんのよね、でもあれ。おはよう。あくび出た。トマト毎日食べる生活スタート。私毎日食べるって言いましたっけ？毎日も食べませんよ。トマト。首映った。絶対嘘、絶対嘘だ。3位3位でした。弱くない？弱くない？
また食べたいとは言ってた。うん、そう、毎日食べるとは言ってない。おはよう。スーパーに行くのが大変。そう、遠いんだよ意外と。今日は行けれない、ちょっと時間的に閉まってる。行こうと思ったら多分トマト食べようったら若返るらしいよ。そうなの？小学生ぐらいになれるんちゃう？ひどい。そんなに若返らんわ。そんなに別に若返らんくていいんだけど、小学生まで。もう中身は小学生だからいいよ。おはよう。遅刻を直す方法教えて。遅刻を直す方法か。何に遅刻するかによるよね。遅刻しなくなる方法なんてないよ。人間だもの。遅刻の1回2回あるよ。テロップの絵文字が口がひん曲がったじゃないか。ひん曲がるって何？可愛いでしょ。にゃーにゃんにゃーちょ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 、美味しかった。おはよう。トマト体にいい。確かにリコピン。七並べ勝てないときは本当に勝てないね。でもなんか最近めっちゃ1位なんです。名前変えてから。名前をねラーさんにしてからね、なんか勝てるようになりました。忖度とかなしに普通になんか勝てるようになった。久しぶり。今日ジム行こうと思ってたんやけど、オールでトレーニングは危険かな。それはやめといた方がいいと思う。一回休んで行きましょう。耳かけ？耳かけいつもしてるけど。私じゃない。前の日から止まるんだよね。私じゃない。そう、ラーさん神だからね、すぐ勝てるんですよ。そうです。リコピンはねいいですよ。とってもラーさんと対戦したらね、なんかね絶対勝つんですよ。今日やります。七並べでも朝はみんな忙しいですかね。耳かわいい。こんだけしか見えてないじゃん。歩きスマホ良くないですよ。なんでもないです。あ、フラッチさん、相馬さん、
藤森さん、ともちゃんさん、ゆうじさん、大地さん、りんたろうさん、達也さん、もっこりはんさん、照明さん、バンジャラモンスターさん、ありがとうございます。ラーさん倒したい。ラーさん意外と強いから、マジで七並べ。だって今のなんか称号知ってる？七並べなんだ、ベテランみたいなやつよ今強いから。まだ1回しか対戦したことない。やろうやろうって言ってもさっきがやり忘れるんだけどね。今日は何するんですか？今日はお仕事があって、その後に、あ、なんかね、なんだっけ、得、ら何かね、あの、何したかな、何もないや。おはようございます。ラーソンでラーゴンって感じ。うん、ラーゴンって何ラーゴンって何？強そうだね。おはよう。めっちゃベテラン、そう、めっちゃベテラン持ってる。ウラッチさん、バンジャラモンスターさん、リンタロウさん、ありがとうございます。お、なんか何この人。うん、耳小さい。なんか言おうとしたんだけどな、教えないんじゃなくて、名前が、名前がっていうか、なんか出ない。あ、ラジ、なんだったかな徳島のラジオ局、なんだったっけなあ、忘れた、なんだったっけな。さっきのパラダイスの人めっちゃ増えたね。ね、嬉しい。使って。なんか、徳島のなんか今日ラジオの収録みたいなやつ、なんて収録なんかな、放送される、うん徳島のね、なんだったかな、なんだったかな、今日放送だったかな、わかんない、あのいつだったかな、はい、やりたい。うん、多いから神推しになってる、ありがとう。徳島のあのラジオの、なんだったかな、なんか忘れたんだけど忘れた。おはようございます。今日も頑張ってね、ありがとうございます。うん、なんか昨日会えたらに会ってきた。いいな、公園かな、いいな、気にするなよ。おう、昨日バイトしたらレジで子供にクマさんだって言われた面白い。クマさんだ、かわいい、クマに見えたんだよ。あ、そうそうそう、 NHK の徳島のあのラジオに今日出ます。ともちゃんさん、ありがとうございます。リップ良いでしょ。
テレビでラーさんやってって言われたらやる？やるやる。あいや、クマだったのか。そう。そうじゃない。うん？違うね。あ、そうそう、アバメ。それ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 、アバメラールさん。アバメロアールさんのやつにね、出るんよ、今日。ほら。2019年4月22日月曜日放送予定。すごい、あら、ほら、イエイイエイ、出まーす。一人出まーす。うん、テレビでやれって言われた。テレビでやれって言われたらやります。ショールームでやらないだけ。ショールームでやったらちょっとなんかね、なんか特別感がないから。ラーさんにホームに着いたので、無限にさっき読みます。ありがとう。そう、なんか毎週一人ずつ、毎月一人ずつ出てる。いや、毎月みんな出てる、みんな出てる、みんな出てる。みんな出てるよ。みんな出てるやつ。iPhone 使ったの。そうだよ。 iPhone X。 ブロンコさん、ありがとうございます。遠くに行かないで。行かないよ、行かないよ。ブロンコさん、ありがとうございます。みんな出てる。りんたろーさん、ありがとうございます。スマホ相手に正方よ。違う、そうじゃなくて、だテレビとかショールームではあんまり言いたくない。ちょっと特別感をね、出さなきゃ。ラーさんは、一人ずつ。うん、目めっちゃ乾くんだけど。何、今日ゆらさんと遊んだことある？ないないけど、遠くの方がいいね今日。あんま近く寄らんとかは。仕事行ってくる、行ってらっしゃい。これも10、一緒一緒。 iPhone X、あげゆうじさん、マンジャラモンスターさん、ありがとうございます。じゃあ近くに来ないで。行かない。呼んだね。呼んだ。さきちゃん、猫好きなの？動物好きですよ、基本。猫も好きですよ。朝から配信きつくない？うん、そんなことないよ。ブロンコさん、ありがとうございます。スウェンさんもありがとうございます。眠くなってきた。おやすみ、おやすみ中。ガチでそれ味噌汁の揚げで。
して吹いてしまう。ウケー。今日休みだから二度寝していいのか。いいよ。ん、今日何曜日。まだ月曜日。今日月曜日。みんな今日も頑張ってみんな今日も頑張ってね。頑張ってください。久しぶり。どうもどうも。かあかあ。月曜日じゃが今日。月曜日の朝、スカート切られた。インスタントのお味噌汁。美味しいよね。二度寝頑張る。いいな、二度寝。二度寝したい。おはようございます。そう、今日はスカートを切られる日ですね。嬉しいですね、短くなって。カラスが鳴いてる。もう泣き止んだよ。スカートを切られた。映画で恋してるの。してない、してない。今日休みなので菅原デーにします。菅原今日夜配信できないけど、ごめん。日当たってる。うん、ドラマ見てない。でもあれは見ようと思う。それこそスカート、俺のスカートみたいなやつ、なんだっけ、あれは見たいなと思ってる。髪切ってほしいんだけど。切ってあげる切ってあげる先が。大学行ってきます。行ってらー。夜配信ないです。うん、あ、そうそう、なんか俺のスカートみたいな、マイアンさんが出てるからね。白石麻衣さん出てるからちょっと見たいよね。レジに子供いたら元気出るけん握手しやるメンバーもそう思うやろなって感じ。そうそうだよ、パッツンでお願いこう切るんじゃなくてこう切ってあげる普通はこう切る、横からこう切るけどこう切ってあげるね。向かいのバズる家族はなかなか、ほら見ようかな。なんかでももう大体始まってきてるからな。早く早く教えて。いいの。見なきゃ。うん、上手よ。おー、またコメント。ともちゃんさん、ありがとうございます。マ
前髪100点目指してる。だから切ってあげるって、こう切ってあげるよ。俺の髪も切ってください。いいよ、こういう形ね。あ、おはようございます。アニメしか見てね。あら、切ります、切ります。ともちゃんさん、ブロンコさん、ありがとうございます。ラーさんカットでお願いします。こうなるよ。いいんですか。あなたの番ですが面白い。あなたの番です、なんかちょっと怖そう、イメージ怖そうだけど、でも面白そうよね。見たい見たい。ブロンコさんもフニーさん、リンタロウさん、ありがとうございます。ん、前髪カット代はおいくら。まあ前髪だけだからな、前髪だけぐらいなら、まあ500円でいいだろう。スガキはショートにしてあげよう。ショートしたいけどな、ショートにしたいけど、ショートにしたいけど、でも多分切らない。髪の長さが足りません。今日はタピオカ飲むのか。飲まない、飲まないじゃない、飲まない。500円、ゆうじさん、ありがとうございます。そう、髪の毛切るのって結構勇気いるよね。ショートにしたらね、ちょっとなんか髪の毛で遊べなくなるからな。ゆうじさん、ありがとうございます。たまちゃんさん、ありがとうございます。ん、のんにょ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 ん、眠い。さっきなんか別に眠くないな、今日。今日は眠くないです。なんか目が覚めました。髪ボッサボサなんだけど、なんかなんで。髪切るときは勇気がいる、そんなときはあそうパソーマソーモード。どういうこと。ショートにしたい、ショートにしたいけどな、多分似合わない。ショート、なんかもうこれはショートじゃないよね。もうショートにするんなら、もう男の子みたいなショートにしたい。するなら声聞きながら寝ていい？いいよ。あ、トーイさん、ありがとうございます。そう、あの7さんぐらいのショートにしたい、するなら。おはよう。そう、するなら。赤井さん、ともちゃんさん、ありがとうございます。ロング、ロングがいいのか。ロングがいいのか。切りたいけどね、髪の毛。うん、うん。触覚はいらない、触覚はいらないよ。
コアはさ、なんか髪の毛で遊ばないからタイプじゃない髪の毛でめっちゃ遊ぶ人がいい、ナナさんみたいに。わかる？ナナさんぐらいの。わかる？ちょっと遊んでるか。赤井さんありがとうございます。鬼のように編み込むとかったういうこと。いや、ココアの髪型もいいんだけど、多分遊べばいいんだよココアも。でもね、ココアにね、髪の毛で遊んだらって言ったのに、恥ずかしくてできないって言ってた。かわいいと思って。そう、恥ずかしくてできないんだって。髪の毛で遊びなって言ったのに、恥ずかしくてできないだって言ってた。ショート、セミロング。今何、さっきは。これは中途半端ぐらい。ナナさん、そう、おはようございますね。でもこの間の公園では髪の毛で遊んでるなと思ってた。いつだったかな、忘れたけど。そう、個人的には肩に髪がかかるぐらいがセミロン。あー、ってこと？短すぎない？これぐらいがいいよ。さっきぐらいがちょうどいい。ほら、どう？ほら、ここよ。ドラッチさんありがとうございます。ともちゃんさんもありがとうございます。これぐらいがいいんだよ。これがさっきぐらいが一番いい。だってほら、短くもなければ長くもないし、邪魔かなと思っても、あー邪魔と思っても、あー結局邪魔じゃないみたいなぐらいの長さがちょうどいいんです。あとさっき女の子のね、髪型でね、こうなってるのがめっちゃ好きなんですよ。わかる？誰かわかって。こう食い込んでるのがかわいい。かわいいっていうか、こうなってんの好き。こうなってんの誰か分かってあ、赤井さんありがとうございます。こうなってんのめっちゃ好きなんですよ。分かる？なんか分かる？こう、ここのさ、これで、この髪の毛がこうなってんのがめっちゃ好き。こう、食い込んでんのが好き。こうやってで、こうで、後ろの髪がさってこうかかって、こうピッ。わかる？誰か食い込んでんのが好き。食い込みがタイプ。こういう何にもしてなくて、ここがペッターンってなってる。で、髪の毛後ろからこう。わかる？誰かわかれー誰か分かれ。こういうのが好き。よく STU のメンバーはほとんどみんながやってる。食い込みが良き、こういうやつが良き。あ、ほらほら、はあ、はい、以上です。こういうんじゃなくて、こういうの。はい、男女読みます。13位ミッチーさん、11位ヤスさん、9位銀河美中年さん、7位ともちゃんさん、5位達也さん。ありがとうございます。あ、今ちょうどほら食い込んでる。はい、12位ねるいくん、10位福チャンスさん、
8位バンジャラモンスターさん、6位スエンさん、4位モフニーさん、ありがとうございます。3位ともちゃんさん、2位がトウイさん、1位がウラッチさんです。ありがとうございます。というわけで、あの最後になるんですけど、私はみんなが楽しいと思う配信にしたいので、みんな楽しもう最後になるけどね、みんな楽しもう、楽しく配信をしよう。せーの、バイチャー。ありがとうございます。